母として第三番目に生まれし男須佐之の御子とはそも自らがことにて候我その昔原国において正気大臣と名を名乗り数々の悪事を打ち平げしがその怨念の眷属がこの日のもとに飛び来たり不動この辺りに一組の老夫婦ありてこの次第を聞くなれば年ごとに一人の姫を取り食らう愚痴なる者現れると聞くよって老夫婦に独主なる者を作らせそれを西の山場へ遠くなれば愚痴は酒を好みよい伏すべしさすれば我時を計らいてこれなるとつかの剣を持ちかの愚痴なる者ずたずたに対峙せんこと棚心に覚えあり急ぎ独自の用意をいたすべし、はい喋りんさいやじいさんまだよけよってだろう。後ろの人はそうしとってからやろ。皆さんマスクつけとってんだね。偉いなあ。あんといやーすごいの。口は超いうところはもう感染対策がバッチリなんじゃないこれ。いやーおかしい思いません？この風貌を見ておかしい思いません？山伏になった今からバンドをやり直しわしが法院さんになっても、いやいや初めからやる気。今日終わるのは5時になりますがいいですか。よしよし。まあまあ最後の演目ということで、長い間、見ていただきましてありがとうございました。あとは朝ねありがとうございます。朝簡単にはね今から読書作れって読書作って、でオロチが出てきて退治されて終わり。あれではいええだろ。はい夜もそうだったっけね。よし毒作れ言ってから言うわしゃ大体心が清いけ毒作るのはどうも気に入らんのでもない。なんかひげを生やしたのが娘が生きとない言うての。まあ前のこのあれをねこの神さんは2号さんでの。1号さんは今ちょっと病気療養中で2号さんだったら姫さんが生きとうない生きとうないと思って聞いてからずーっと言うんだけどああ無理やりかさもういやいいことになるわけやないな。で毒作れよ。ああひげをそれがひげをひげそっとるんか今日。あら今日は爪んで出とってたからあがみ顔に自信があるんけよ。わしらも目をつけなほっとするが自分の顔を見せいで名器を思って好きなことが言うよ。よしじゃあばあさんはいはいばあさんは肌がツヤツヤしてるもん。まるで中学校か高校生みたいな肌をしてるじゃないか。おーなんかいい化粧品をつけてるんだよ。資生堂か後世かノーメイクなんと羨ましい思っちゃった人は資生堂行っちゃったらいいですよ。よしじゃあちょっとええかい先をするけえのしっかり持っとけよ。ここを持っときゃ手を詰めるで下の方持っとかね。よしよしよしじゃあ音楽いきますよ。音楽スタート。はい別れの時なればしばし別れを惜しみそうらえやの終わってそうおやとこの別れの時に泣く Please help! たずたに厳しい時、体内より一振りの宝剣現れいでたり、これを天の村雲の剣と名付け、高間が原へと献上をつかまつるなり、また今宵は三角山の氏子の皆様への感謝とご健康とご多幸をお祈りして、ここに喜びの舞を一差し舞い納めんぞと思うなり、はい、すいません。最後までご声援どうもありがとうございました。ちょっと時間も過ぎたかと思いますが、我々どもも今年最初で最後ということでですね、ちょっと気合が入りすぎまして申し訳ございません。まだまだですね、横谷神楽団、公演もあります。そして来年も全然空いておりますんで、お声をかけていただければすぐ飛んできますんで、よろしくお願いします。はい、それでは、それでは本日皆様のね、ご健康とご多幸を心より記念申し上げまして、本日の三角山神社、秋季大祭前夜祭の方の全てを終了させていただきます。本日はどうもありがとうございました。